はい、こんにちは、みそねぎです。はい、そうです。今日も、うめえもん食いに行くぜツーリングですツーリングっていうか、ただね、ラーメン屋とかにね、行くだけなんですけども。はい、で、今日はどこで食べに行こうかななんて思ってて、今2つ候補があって、どっちにするか今迷ってるんですよね。1つは、黒崎にあります風風ラーメンっていうラーメン屋さん、風風ラーメンと書いて風風ラーメンっていうお店で、もう1つが、本庄にありますラーメン鉄平というね、ラーメン屋さんがあります。このどっちかに今日行こうかななんて思ってるんですよ。で、今のところ今ラーメン鉄平の方に、向かおうと思ってるんですが、どっちにしようかな。フーフーラーメンの方はね、かつてね、10年、20年ぐらい前ぐらいまでかな、結構各地にね、チェーン店がたくさんあって、割とね、勢力的にはフーフーラーメン強かったんですよ。だけどそうだな、それこそ14、5年前ぐらいからかな、なんか急に勢いなくなって、各店舗ね、どんどん閉店していって、違うラーメン屋さんになってたりとかしてるんですよね。そのフーフーラーメン、店舗としてちゃんと残ってるのが、僕が知る限り黒崎なんですよね。かつてはね、いろんな場所にあったんですよ。で、味の方はこれはっきり言ってすごいシンプルなんですね。すっごいシンプル、豚骨味噌醤油ってこう3種類あって、で、本当にね、シンプルで安かったんですよね。特段美味しいわけでもないんですよ。特段美味しくないけど、全然まずくもないと、なんかね、ずっと食べちゃう味なんですね。特に味噌ラーメンが好きで、味噌ラーメンがね、本当にシンプル、味噌と、もやしとコーンが入ってるような感じのね、味噌ラーメンで、当時としては価格もすごく安くてね、ずっと食べてたんですけどね。で、最近はちょっとなんかメニューが凝ってて、なんちゃら味噌ラーメンとか、なんちゃら豚骨ラーメンとか、なんかちょっとバリエーションの、強そうなラーメンが増えてましたね。で、フーフーラーメンのね、すごいところっていうか、僕はね、一押ししたいのはチャーハンがうまいんですよ。チャーハンがめっちゃうまい。しかもね、フーフーラーメンもその昔各店舗あったって言ったじゃないですか。各店舗あって、その店舗同士の、大会みたいなのやってて、全日本フーフーラーメン1位になったのが確か乗松にあったフーフーラーメンなんですよ。フーフーラーメン乗松店だったと思います、確か。優勝しましたみたいな感じでね。で、すげえうまいんですよ。まあ、その乗松店もないんですけどね。まあ、そんな感じのお店です。で、もう一個のラーメン鉄平っていうのが、これ実はね、フーフーラーメンと縁のあるお店でして、フーフーラーメンっていうラーメン屋さんの母体に、リズム食品さんっていうね、母体の会社があるんですけども、そのリズム食品さんの、まあ、福岡の小倉にね、会社があったんですけど、そこのね、常務だったかな、常務さん、専務だったか常務だったか忘れたんですけど、まあ、常務さんが独立してお店をね、構えたのがラーメン鉄平屋なんですよね。というね、実はその縁のあるお店でして、で、僕もね、当時現場監督でそのリズム食品さんの、仕事をしてたんです。そのフーフーラーメンを新店舗設置したりとか改装したりとかの、まあ、監督をしてたんですよ。だからリズム食品さんにはすごいお世話になったし、で、そこの常務さんも、すごく打ち合わせとかでも現場とかでもお会いしてたんで、まあ、すごい顔見知りの方だったんですけども、まあ、それでもね、長年行ってないんで、もうどうなってるかちょっと分かんないんですよね。で、それが、ラーメン鉄平さん、ね、美味しいんですよ、やっぱり。ここはね、やっぱり、培ってきたものがあるんで、すごい美味しいラーメン屋さんです。まあ、ただ当時としてはちょっとね、少し金額がちょっと高いかなぐらい、周りに比べると少し高いかなと思ったぐらいのラーメン屋さんですね。で、非常に美味しいです。今ね、ないかな、多分ないと思うんですけど、昔はね、ラーメンの他にサイドメニューで、明太ご飯っていうのがあったんですよ。ご飯の上に明太と、あと味付け海苔があって、パリパリになっててね、あれがすっごいうまかったんですよ。で、その明太ご飯はちなみにね、そのラーメン鉄平さんの、まあ、オリジナルというわけではなくて、もう一つね、そのリズム食品関連のラーメン屋さんで、桜吹雪が風に舞うっていうね、すごい名前のラーメン屋さんがあったんですよ。で、そっちが元祖というか、そこがやってた、メニューなんですよね。僕ね、もうそれがすごい大好きで、桜吹雪が風に舞うっていうラーメン屋さんにもう本当に大好きで行ってたんですけども、あそこのね、青玉赤玉っていうメニューがあって、赤玉、青玉はね、ネギがたくさん入ってる豚骨ラーメン、赤玉っていうのがその辛いやつですね、要は。で、僕その赤玉と明太ご飯が大好きで、行ったら必ず注文してたんですよ。それぐらい好きなね、ラーメンだったんですけども、まあ、そこもね、残念ながらね、小倉にあったんですけど、小倉駅の中のラーメン横丁みたいな感じのところに移転して、
で数年前に閉店したみたいですね。どうもコロナの影響っぽいんですけども、非常に残念です。僕あのラーメン屋、桜吹雪が風に舞うっていうのもね、今あればね、今でも通うぐらい好きなラーメン屋さんだったんで、ちょっと残念ですけどね。まあそんなゆかりのあるお店だから、今日候補に挙げてる2店とも僕が昔あの仕事でお付き合いさせていただいた方たちのお店ということになります。今距離的に言うと鉄平の方が近いです。この道をずっとまっすぐ行ってね、反対車線側になるんですけども、あるんですよね。どうしようかな、黒崎まで足伸ばして夫婦ラーメンでもいいんですよね。ちょっとね、ただ夫婦ラーメンがね、多分やっぱそのなんだろう、シンプルな素朴なスタイルだと競争に勝てないって判断したんでしょうね。なんかたくさんね、よくわからんいっぱいメニューがあったんですよ。え、こんなにメニュー増えたのっていうぐらい、それがねいまいちちょっと僕にはしっくりきてなくて、でメニューが増えたっていうことはイコール、まあ、トッピングが増えてるわけですよ。っていうことはやっぱり金額が上がってたんで、ちょっとね夫婦ラーメンの僕の求めてた良さっていうのがちょっと失われてるなっていう感じが、まあ前回2年前ぐらいかな、多分行った時にそう思ったんで、それを確かめたいっていうのもありますね。そのメニュー何があるのかとか、まあ味は変わってなかったですよ、味噌の味とかはね。だから単純に今金額が上がったかなっていう捉え方でいいかなとは思うんですけど、はい。まあそんなこんなでもうあと3分ぐらいでね、てっぺんに着きますんで、じゃあてっぺんラーメンにちょっと行ってみましょう。 U ターンになるので、ここから曲がって、奥から出てくる感じにしましょうか。はいはいはい。まあちょっとその感じでラーメンの話になるとね、マジで止まんないんで、あのずっと話してましたけども、あ、見えましたね、ラーメンてっぺん、あ、そんなに、あ、結構多いな。どこに止めようかな、結構多いですね。このベンチの横にちょっと止めさせてもらいましょう。はい、到着しました、ラーメン鉄平さんですね。じゃあちょっと行っていきたいと思います。はい、ということで今日は豚骨ラーメン鉄平さんでね、ご飯を食べてまいりました。美味しかったです。感想はね、ちょっと帰りながらお話したいなと思います。で僕はね、辛ネギラーメンというのをね A セットで食べました。豚骨ラーメンに、まあ、辛ネギが乗ってて、キクラゲとか、まあ、もやしとか、チャーシューも乗ってみたいな感じのオーソドックスなやつに、辛ネギが乗ってると。でセルフでね、自分で追加できる、辛下かなもあったんで、ちょっと辛下かなも入れて食べたという感じですね。で A セット B セットあって、 A セットの方はおにぎりが2つと、唐揚げが3つ、 B セットが餃子ですね。あのね、この唐揚げがね、揚げたてでうまいんですよ、熱々の唐揚げで。でお味の方はこれね、辛口で言いますけど、まあ、あの福岡のレベルの豚骨ラーメンです。これはね、福岡県民にしか通用しない評価だと思うんですけど、福岡の豚骨ラーメンはどこに行ってもうまいんですよ。ほぼ外れがないんですよね。ただその代わり突出してもないんですよ、豚骨ラーメン。ここの豚骨ちょっと絶品だなみたいな。なんでかっていうと、豚骨ラーメンでもやっぱその脂っこいギトギトのやつが好きな人もいれば、さっぱりとしたね豚骨ラーメンが好きな人もいますし、臭みがあるなしがね、またいい悪いっていうの人もいますんで、これはね人それぞれなんで評価しがたいです。ただ美味しいです。まあそんな感じのね、ラーメン鉄平さんでした。で僕ね、ちょっと冒頭でちょっと金額がちょっと高めかなって言ってたじゃないですか。時代が追いついたみたいで、当時はね、あのやっぱちょっと高いなーっていうイメージがあったんですけど、今はね、僕の食べたやつが辛ネギラーメンが900円、1杯900円で、セットが360円かなということで、まあ今時ですね。うん、今時、今時っていうと、今時っておかしいな、まあ今ならそれぐらいが当たり前というような感じの金額でした。なのでね、まあ金額面もね、まあ決して安いとは言いませんけども、まあ、普通にその辺のお店と同じと。ぜひともね、皆様気になってる方いらっしゃいましたら行ってください。あのね、ネックがねあるんですよ。一つはね、ちょっと駐車場が少し狭いかなっていう、入れにくいですね。頭から入ってお尻から駐車っていう形になるんですけども、その車がいっぱいだと頭から入って
そのままバックで出ないといけないみたいな感じになりかねない狭さなので、まあ、車で行かれる方はねそういうとこを考慮してもらって、でバイクもね、バイクもちょっとバイク専用の駐車場っていうのはないので、僕みたいに お店のね空いてるスペースのにちょっと寄せて止めるという形になると思うので、複数台で行くとね止める場所がもう自動車の駐車スペースになると思いますので、まあ、その辺ね気をつけてください。でね、ちなみにね残念ながらあのお店ね思い出しました、月曜日がお休みなんですよ。月曜日がお休みなんで僕ね休みの日に行けることが少ないんですね。そう、それがね一番のネックです。僕は月曜日がお休みなんでね、で今日はねたまたまお休みだったんで行けたんですけど、まあそういった意味では今日てっぺー行けてよかったですね、逆にね。はい、ということで、今日は豚骨ラーメンてっぺーさんで、ラーメンを食べてみたという動画でした。ぜひとも皆様お気になってる方は行ってみてください。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。